もなく列車が参ります。ご理解とご協力をお願いします。いや BGM よ。皆さんおはようございます。今日は東京駅の八重洲中央口にいるよ。今回の企画はですね、初メロ聞きながらおまわりするです。いいね。それはそうと、眠いんだけど。そりゃそうだ。現在時刻は5時半。まだ寝てる人も多いだろうな。そんな早くから来なきゃいけないの？いや、ノープランなだけ。私もっと寝てたかったんだけど。まあまあ、切符でも買おうか。ここ東海の券売機じゃない。 JR 東海のこと東海っていうのやめ。いらっしゃいませ。お求めの切符の種類。なんでそんな手慣れてるのよ。マルスで近距離の乗車券買ったりするしな。これ入力しづらいよな。子供パソコンみたいなやつ、この配列だよね。あんなのパソコンじゃねえ。それ別に変更しなくてもいいんじゃ。いいんだよ。一本一本表示するのか。絶対いらないやろ。新幹線の切符とか買う前提だし、しょうがないね。往復でもよかったんじゃない？有楽町から帰宅するんだよ。東京で一回乗車券切るのももったいないだろ。と貧乏中学生がつぶやいております。うせやい。最近は IC ばっか使うから小銭使うの久しぶりかもね。領収書どうしよう。もらっとこ。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを切符をお受け取りください。ゲットだぜ。じゃあ改札入ってくぞ。人も少なくていいわね。さすがの東京駅も早朝だからな。よく考えると沼津って頭おかしいよな。よく考えなくてもおかしいでしょ。たくさんの初メロを聞くことが目的だから、9番ホーム行こうか。発車まで、しばらくお待ちください。この列車は、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢の順に停車します。沼津行ってみたいな。お、来るんじゃない？ドアが閉まります。ご注意ください。次の列車をご利用ください。そういえば言い忘れてたけど、初メロ流れてる最中は声を出さずに字幕だけで会話するぞ。みんな初メロを楽しんでね。4番線に来たよ。早朝の山手線はガラッガラだね。微妙に停車時間あるから発車までカット。次の電車をご利用ください。いやー、人少ないと撮影しやすいし編集もしやすいんだよな。モザイクかけるのとかめんどくさいから。頑張れよもっと。さて京葉線でも行こうかな。さて RTA 開始だ。もちろん全部カットですよ。記録は7分。やっぱ別の駅だってこれ。向こうは回送列車だな。これから客扱いするんじゃない？乗車電が来るぞ。まもなく4番線に当駅止まりの
けよ34個ないかな。この電車は10秒です。折り返し6時7分発各駅停車ソダ行きとなります。 Your attention please. The local train bound for Soga will soon arrive on track number 4. For your safety, please stand. 知ってた。フルコイ。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。そう、次の電車をご利用ください。まあこれは妥当な結果。うぷぬしかおきもいいよ。ひどくね。放送とかぶって途中切り。これはボーネズミランド。追い消されるぞ。これは判定が微妙だ。途中切りでしょ。そっか。これのカウントのルールとか確認しとかない？そうだね。基本的には曲数でカウントをしていこう。同じ曲が何駅かで流れた場合や、同じ駅で同じ曲を複数回聞いた場合、良かった方を記録するよ。良かった方っていうのは？途中切りよりフルコーラス、フルコーラスより2コーラスってことやね。なるほど。あと、余韻切りも途中切りとして扱うぞ。フルコーラスでもいい気がするけど。じゃあ別でカウントしとこう。反対も聞いておきたい。早速かよ。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。これ乗って次行こうよ。うん、そうだね。じゃあ乗ろうか。お、結構空いてる。即ギリ。まあ、蘇我行きたいので下車。うわあ、だんだん途中切りが嫌になってきたんだろ。まもなく2番線を列車が通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。お、特急かな。早い。空気輸送かなとか思ったら回送っぽい。まあせっかくなら2番線のも聞いておきましょうということで。東京行きが参ります。
黄色い線までお下がりください。左右でドアの色違うの気になるな。安定の千葉支社。やべえ、反対側乗りたいやつ来てる。市川塩浜、市川塩浜、ご乗車ありがとうございます。車掌さん配慮してくれてよかったね。まあ今回はよかったのか。ご注意ください。ふう、危ない危ない。今度はフルコーラスを期待。まあ、さっきよりはなったし。まあね。まだ到着放送も言い終わってないやん。これはひどい。新習志野に到着。結構お客さん多くなってきたね。お？気持ちよすぎだろ。ここはなりにくいらしいね。うわ、これはリベンジしに来よう。次行こう。ソガついた。ソガのやつも結構いいやつだよね。お、ダイヤ改正で激減した快速。撮影日は改正前だけどね。シンプルだね。京葉線のホームだから京葉線の駅名表でもいいと思うけどね。さて、次は総武快速線でまた東京の方に向かうぞ。総武線は津田さんの放送がいいよね。やったぜ。お好きな曲だから嬉しい。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。電子ホイッスルかな。一気に昔っぽくなったな。これが千葉支社の力。津田さんいい。
ちょっと疲れたから座っちゃった。市川はいいはずメロが聞けると聞いたことがあるのでげしゃ。あとちょっとだった。わお、BB ベースだ。こんなに間近で見たのは初めてかもな。こんな感じだったんだな。255だ。あとちょっとで引退だね。電化通貨町とかするんだね。市川は通貨町の聖地。うっわ警笛間に合わんかった。そこ大事、何やってんだか。動画常に撮っといた方がいいのかな。そうだよ。さて、4番線のやつを聞こう。これはここと青梅ぐらいでしか聞けないらしい。へぇ、じゃあ大回りでは唯一聞ける駅じゃん。そういうことかな。2コーラスやったぜ。さて反対ホームにやってまいりましたが、あれ？さて観光船ホームのも聞こう。市川の観光船ホーム側はなりにくいってさ。即切りか。さて、乗車するか。もうやだー。さ、LCD ひどくて草。さてただいま進行は。こいつどこでもなってるけど、今日初めて聞いたな。やったぜ。ここの蕎麦屋さんうまそう。大回りの昼ご飯にちょうどいいかもね。あ、もう動画開始から20分ぐらい経ってる。ウプ主が尺の心配するとか珍しいじゃない。まあ、そういうこともあるんだよ。うお。1番線、ドアが閉まります。ご注意ください。ん？ここら辺で前編を終わりにしますか。じゃあ次回は両国駅リベンジからかな。そうだねー。あ、ここまでに聞けた初メロは全部で26曲。途中切り15曲、フルコーラス以上が10曲、ベルが1曲、だったよ。次はもっとフルコーラスなるといいね。もしよければ高評価チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。